皆さんこんにちは。兵庫県議会議員永瀬武史です。今日は神戸市北区選出の奥谷健一先生に来ていただきました。これからインタビューをさせていただこうと思います。奥谷先生、今筆頭政調副会長という形でね、執行部をされておりますので、早速ちょっと聞いていきたいんですが、今の2月議会真っただ中、一般質問が前に続いておりますが、この2月議会の冒頭で、この各会派政調会の座長である最大会派自民党の政調会長の門真政調会長から全会派に対して、この能登半島地震を復興を支援する意見書を採択しようとしたけど、この意見書、実は幻の意見書に終わってしまったんです。意見書としてまとめることができなかったんですよね。この辺についてちょっとお話をお聞きしたいんですけど、はいはい、ちょっと話すと長くなるんですけれども、ちょっと順を追って、はい、まず今回なぜこの意見書を出そうかという話になったかというと、当然先ほど永瀬先生からおっしゃっていただきましたように、1月1日に起こりましたその能登半島の地震、これの復旧復興をですね、国としてもう最優先に取り組んでいただきたいということで、自民党の中で話をして国に意見書を出そうということになりました。で、その中で、当然報道一部ですね、報道等でもですね、万博の工事がですね、この能登半島の復旧復興に影響を与えてしまってるんじゃないかと、で私自身も、県民の方からですね、こんな時に万博やるんですかというような、お声も聞いたので、はい、100% の話ではないですけれども、万が一この万博の工事が、影響を与えてしまうのであれば、これも延期もですね、視野に入れつつ、とにかくこの能登半島の復興最優先、その被災地の皆さんの生活をいち早く、取り戻すための、これも政策の優先順位としても最優先じゃないかということで、意見書を出そうということにまずなりました。はい、で、意見書はこう採択されにはですね、永瀬先生も当然ご存知ですけど、全会派、一致、しなければ、出せないということになります。で、その中で、維新の会さんも具体的に名前を挙げますと、維新の会さんはですね、大きく2点言われまして、はい、でまず1つは、その意見書案の中にですね、仮にその復旧復興を妨げるような事情があるんであれば、万博延期もやむを得ないんではないかという一文が入っていたので、それについて、万博の今やっている工事、これは建設工事に移っていると、で、今能登半島に必要な工事は土木工事だと、で人材とかそういうのが被らないので、これは万博は関係ないとか、そういうことですね。なるほど、はい、でもう一つはですね、今国でもいろんな土木工事、地域でやっておりますけれども、これも、万博の工事だけを取り上げるのはなのでおかしいのではないかと、そんなことを言うんであれば、全ての工事をですね、止めろということかと、簡単に言うとこういうような意見がありまして、この万博の記載を削除せよということでありました。はい、すみません、長くなってしまったんですけど、ただ私の思いというか、会派の思いとしてはですね、やはり万博の工事が、これは際立って、人材、人員とか、重機とか、資材ですね、これが集中しているのは明らかという認識がありますので、やはりこの記載をしないと意見書として意味がなさないだろうと。で、維新の会さんがおっしゃるように、仮にですね、今の万博の工事が建設工事だと、で、能登半島に今求められている工事が土木工事、こういう理屈が、通ったとしてもですね、やっぱり能登半島の復旧復興も、いろんなフェーズがあって、仮設住宅を建てないといけないとか、施設を早く復興させないといけない、建設工事が必要になってくる場面も、早期に出てくるかもしれない、そうですね、それから、資材とか人員が全く被らない、こんなことは本当にあるのかな、そういうことも疑問にあります。なので
この点についてもですね、やっぱり維新の会さんの言ってることはちょっとなかなか納得できない。はい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 。でもう一点、あの国の土木工事ですね、はい、まあ、これにつきましても、まあ、国のいろんな地域でやってる土木工事は、うん、まあ、これが地域がですね必要としている工事、うん、まあ、河川の改修であったり、うんうんうん、道路の改修であったり、うん、まあ、そういう工事と、まあ、万博の工事はこれは祭典の工事、うん、あの要はお祭りの工事ですから、まあ、それを同視してですね、うん、同じ土俵に立てて、うん、ちょっと議論するのはおかしいんではないかということで、うん、まあ、我々の自民党会派としては、能登半島の復旧復興を、まあ、最優先に求める意見書の文章の中に、うん、まあ、万博のことについて の, あの記載はこれは絶対に入れないといけないということで、うん、意見を言わせていただいて、維新の解散としてはそれが納得できないという、うん、何度かあれ 文面調整してかなりその柔らげた表現に変えましたよね、最後は。はい、そうなんです。あの永瀬先生おっしゃっていただいた通りですね、はい、あの最初はあの冒頭申し上げたように、はい、まあ、延期もやむを得ないんじゃないかと、うんうん、まあ、いうような文章でしたけれども、まあ、やはりそこはいろんなやり取りがあって、まあ、我々の会派としてもまあ一定譲歩と、うん、まあ、いうような形ですけれども、まあ、影響を、まあ、与えないように国としても緊張感を持ってやってくれと、うん、あの、まあ、万博の工事等々でですね、うん、まあ、決してあの影響が与えないように、能登半島の復旧復興に影響を与えないように緊張感を持ってやってくれというような、うん、形で、まあ、延期というのも消してね、消したんです、はいはい、そうなんですいうような形になったんですが、うん、まあ、あの維新の会さんとしてはその万博自体の記載がこれはもう入れないと、うんうん、まあ、いうようなことで、全会派一致には至らなかったと。なるほど。これ純粋にですね、このあの理屈として見たらもう至極当然のことで、別にこの問題万博反対とか賛成じゃなくって、能登半島をの被災地を助けるという意味の文脈だから何ら問題ないと思うけども、これがここまでこの政治的課題になってしまうっていうのは、まあ、維新さんがこの万博にものすごくやっぱりこの思いというか、もう触れてほしくない、触ってほしくないっていうのがよく現れてる。そうですね、僕も先生と同じ思いといいますか、うん、本当に意見者としては何のどこにそんなあの引っかかるところがあるのかなと、ね、あの本当にそれは疑問ですし、うん、なんか大阪万博自体なんかあの疑惑を抱いてしまうような、うん、逆にね、まあ、はい、印象になるぐらい、ね、どこに引っかかるのかなというのはちょっと正直な思いですね。はい、今日はですね、このまさにこ の, あの意見書案をまとめるその最前線で、この戦っていただいた筆頭政調副会長の奥谷先生のお話を伺ったんですけども、まあ、日々ですね、実はこういうですねせめぎ合いがありまして、まあ最近結構そういうつばぜり合いも激しくなってきたような感じもしますね。そうですね、うん、まあ、やはり僕らもそうですね、はい、まあ、自民党として言うべきところはしっかり主張し、そしてこのような日々のですね、こういう生の声もですね、皆様にぜひ、これはどこもあのテレビも新聞も報じませんのでね、まあ、一部ちょっとざくっと報じましたが、こういうことがあったんだよってことをね、お伝えするのも僕らの仕事だと思います。先生、またちょっと大変な日々続くと思うんですけど、頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、またよかったら出演してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、今日は自民党の政調会長室の筆頭副政調会長の奥谷健一先生にインタビューをさせていただきました。皆様のご意見もお待ちしております。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。先生、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。令和6年能登半島地震義援金募集のお知らせです。兵庫県では令和6年能登半島地震義援金募集委員会を立ち上げ、現在も募金を募っております。この募金は中抜き一切なしでございます。皆様からお預かりをいたしましたこの貴重な募金はすべて被災地へと送られます。そしてこの募金制度に募金していただければ領収書を発行することが可能です。この領収書は地方公共団体への寄付とみなされますので、税金の控除にもご利用いただけます。ぜひこの制度を使って
皆様の思いを被災地に届けていただきたいと思います。本日は能登半島地震の義援金のお知らせをさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。